火星隕石は火星起源で地球に落下した隕石である。火星に他の天体が衝突した結果放出されたとされている隕石である。地球で発見された数万個の隕石のうち172個の隕石が火星起源だとされている2016年時点。その多くは2000年以降に発見された。これらの隕石は火星探査機やマーズローバーによって測定された。 火星の岩石や大気と元素及び同位体の蘇性が類似したものであるため火星からのものだと考えられている。なお、この用語はヒートシールドロックなどの火星で発見された隕石は含まない。1983年に MR スミスラがいわゆる SNC 隕石グループが隕石の放射線分析の結果火星起源であると示唆した。 これらの結果はトリーマンらによっても確認され、1983年末、D.D. ボガードらによって、シャーゴッタイトに分類される、エレファントモレイニエー79001に含まれる、キガスの存在比率が、1970年代にバイキング計画の結果得られた火星の大気の蘇生と似ていることを発見した。172個の火星隕石は、 シャーゴッタイトに分類されるものが140個、ナクライトが18個、シャシナイトが3個、玄武岩質の隠れ岩隕石が7個、以上のどれにも属さないものが7個である。1980年にイエメンに落下したカイドゥン隕石は火星の衛星フォボスに由来する可能性がある。SNC 隕石グループの大部分は地質学的年代は若く、 数億年前まで火星に火山活動があったことを示し、宇宙船照射年代の結果からは、宇宙空間にあった時間も比較的短かったことが示されている。火星隕石は3グループと2小グループに分けられる。SHE イコールシャー、ノックイコールナクライト、チャイコールシャシナイト、オピークスイコール射放気石岩、BBR イコール厳部角歴岩。 2018年4月25日、207個の火星隕石のうちの192個はエーコンドライトに分類され、そこからさらに3つ、シャーゴッタイト、ナクライト、シャシナイトに分かれる。残りには、射放奇跡岩質隕石のアランヒルズ84001と10個の原部核歴岩質隕石が含まれる。その結果、火星の隕石は全体として SNC グループと呼ばれることがありる。 それらは互いに一致し、地球のそれと一致しない同位体比を持っている。なお、名称はそのタイプの最初の隕石が発見された場所に由来している。シャーゴッタイトは1865年にインドのシャーガーティで発見されたシャーゴッティ隕石から名付けられている。主なものに NWA4766 がある。ナクライトは1911年に エジプトに落下したナクライン石から名付けられている。普通奇跡に富み、13億年前の玄武岩のマグマから形成された。普通奇跡と観覧石の結晶を含んでいる。結晶化した年代は、セハーシス、エディジウム、サーティス、メジャーのどれかの火山で形成されたと考えられている。ナクライトは、約1億年前に火星から飛び出し、1万年前以後に地球に落下した。 隕石群であると考えられている。シャシナイトは1815年にフランスのシャサイニーで発見された隕石から名付けられている。シャシナイトはアフリカの北部で発見された NWA2737 だけが知られている。シャアゴッタイト、ナクライトと比べて酸化鉄、酸化マグネシウムが少なく観覧席を主成分とする。非常に有名な火星隕石として、 アルホー84001が知られている。この隕石は、岩石学的には、射法奇跡岩に分類され、他の火星隕石とは異なる特徴を持っている。内部からは、微細なバクテリアの化石のように見えるものが確認され、生物の痕跡であるかどうかの議論が行われた。アルホー84001の年代は45億年と、他の SNC 隕石の年代が13億年。 以内であるのに比べて古くどのように形成されたのか結論は出ていない。ありがとうございます。